視聴者の方からの質問なんですけど、はい、ミニマリストになって良かったことと逆に悪かったことって何かありますかっていう質問が来てたんですけど、えーはい、めちゃめちゃ聞かれますね。はい、どうですか良かったことで言うといっぱいあるんですけどものが少ないと、はい、掃除がめちゃ楽になるんですに、はいはい、分かりやすいので言うとあの日本人ってあの年末の大掃除に、はい 平均3日間ぐらいかけるらしいんですよね。<laughs> もちろん3日間ぶっ通しじゃなくて、はい、こう小分けにして3日間かかるらしいんですけど、けはい、僕それがもう5年ぐらいなくて、えー、それって逆に言えば冬休みが3日間多いのと一緒じゃないですか。なるほどなるほどで。僕いつも年末年始海外に行ってるんで、うんうん、海外にいる時間が3日間長くて、それっていろんなところにいて、普段のちょっとした掃除とかもそうですし、んですかね。 あの時間にしてもそうだし、はい、例えば物を買わなくなるとお金を使わなくなるので、はいはい,はい、はい、そういう時間とかお金を使って、こうまあ勉強したりとか、はい、副業したりとかっていうようなことに使えるので、それが一番はい、はい、あのミニマリストになって良かった。良かった。思うことですと、まあ。あとはフットワークが軽くなるので、はい、あのいろんなところに行って、あのいろんな刺激を受けてみたいなのはありますね。でデメリットがよく聞かれるんですけど、はい、なくって。はい いいことしかないんですよひねり出すと、あの、フットワークが軽くなるんで、はい、やっぱ結構いろんな人とこう食事に行ったりするんですよね。はいはい、ってなったら、あの結構体型が全然ミニ, <laughs> ミニマルじゃなくなってくるっていうのはありますね。僕今、8八十6キロぐらいマックスで行って、<laughs> それ結構っすね。あの、あの、やばいなって思った時に、あ、100、 86っていう数字を見て、100って遠くないんだな、みたいなのを感じちゃって、100はやばいだろうって思って、あの、まあそういう、そういうところはもしかしたらデメリットかもしれないです。まあ多分僕特有なんですけど、ミニマリストって結構食事もこう、シンプルにする方が多いんですけど、僕多分ちょっと変わってるタイプなんで、新種ですよね。はい。なんか前、あの、ヤフーニュースに、 あの、記事が載った時に、はいはい、コメント欄に、こいつミニマリストのくせに、全然体ミニマルじゃないじゃん、みたいな感じで書かれたこと、しかも、一人二人とかじゃ、200件とか、<laughs> そういうレベルで書かれてて、あ、これはちょっとまずいな、みたいな。あんまそういうの気にしないんですけど、さすがにちょっと、やばいなって思って、今食事もだいぶミニマルに。<laughs> 今83キロぐらいまで落ちました。いね、はい、それが僕が考える唯一のデメリットですね。あ、めちゃくちゃ面白い。はい、<laughs> それでもけっけさんの問題でもありますけど、ねね。あのミニマリストとゆる僕の性格で、ね、いや,いや本当そうだと思います。僕個人の。 キャですよね。そうですよね。物を捨てて脂肪に変えていくみたいな感じだったってことですよね。今、脂肪を断捨離してる最後の最後の捨てるものかもしれないですね。最後の捨てるものですね。もう捨てるものは何も持ってないので、唯一の不必要なものなんかジムとかスポンサーついてくれないかなって。吉川氏をミニマルに体験をミニマルにしました。 ちょっとショートムービーみたいなの最後残してほしいですよね。なんでスポンサー募集中です僕服いつもこれなんですけどここにジムのロゴとか全然入れるんで毎日おじち服着るし24時間宣伝できるんで。面白い。ちょっと今のお話聞いててもう一個次僕からの質問にしたいこと言ってたんですけどこういう人はミニマリストに一回なってみたらいいんじゃないですかっていうそういうんか提案こういう人にはミニマリスト。 はい、はい、サンおすすめですよみたいな,なんかありますかはいはい、はい、なんかあんまりそのなるべきだみたいなとかは全く思ってなくて、はいはい、まあでもちょっと興味ある人とかやったら例えば仕事のデスクがめっちゃ散らかってて目的の資料が見つからないとかはい、はい、作業に集中できないっていう人とかはちょっとこう整理するだけで全然違うと思います僕今、うん、学校の机は本当に何も置いてなくて<ー>あのなんていうんですかね あの最近デスクが新品になったんですけどその新品のままみたいな引き出しに何も置いてないし机の上に何も置いてないしみたいな感じで,でやっぱその作業はすごいはかどるしあのいいなって思うのとあとどういう人なんか頭の中が結構あのごちゃごちゃしてる方とかもあのそういう物理的に整理整頓することで思考もどん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 すっきりしてくると思うのでなんかこうなんとなくこうモヤモヤしてる人とか 一回試しても資料とか今てでタスクが結局多いから目の前の仕事でバッと割れてこっち成立する時間ないみたいなこのジレンマそれもうずっと負のスパイラルすいやすみませんすいませんすみませんそういう方はぜひおすすめはいはいということで視聴者からのご質問にお答えいただきましたありがとうございました